レッドフォード・メガワットは第二次世界大戦期にイギリスのボクスホール社で開発され、イギリス軍及びイギリス連邦軍で運用された積載量 15CWT クラスの小型軍用トラックシリーズの名称である。ベッドフォード・メガワットを開発した工業メーカーのボクスホール社は1903年から自動車製造業に参入し、1905年に拠点をイングランド東部のベッドフォードシャーに移転、1925年からはアメリカ合衆国の自動車メーカーであるゼネラルモーターズの傘下となり、1930年からベッドフォードのブランド名を冠するバス、バン、トラックタイプの車両の生産を始めていた。第二次世界大戦前の1935年から、ベッドフォードメガワットのシリーズ名で、後輪駆動を、積載量 15CWT クラスの軍用小型ボンネットトラックの開発を始め、1939年からは、本格的に生産を開始し、部隊配備も始まった。同じ頃に、メガワットとよく似たデザインで、同じく後輪駆動のボンネットトラック型で、積載量 60CWT のベッドフォードオイ、及びオイをショートホイールベース化した積載量 30CWT のベッドフォードオックスの生産も並行して開始された。ベッドフォードメガワットは民間型として製造されていた2トントラックからの改良型で地上高を高くするなど軍仕様への設計変更を行ったもので堅実な設計のボンネットトラックであった。初期に生産されたタイプは、キャンバストップとキャンバス製の側面ドアを持つキャブであったが、1943年頃から金属製の密閉式キャブに変更されている。ハム用のカーゴトラック型である GS 型のベッドフォードメガワットデーを基本とする何種類かの派生型が開発された。1939年から1945年にかけて、総計65,995両が生産され、イギリス軍やイギリス連邦軍で幅広く使用された。戦後も1950年代頃まで、ベッドフォードオイやオックスと共に使用が続けられた。ベッドフォードメガワットにも、ベッドフォード QL やベッドフォードオイと同様、いくつかの派生型があり、モデル名の末尾にアルファベットを付加して区別される。ありがとうございます。